はい、皆さんどうもこんにちは、ナースです。よろしくお願いします。今日もファイナルファンタジー16の続きをしたいと思います。第40回ですね。おそらく最後かもしれません。さて、行 きましょうかね。もう今日は多分最後なので、残ってるだけやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。我慢じゃない。画面切り替えるので少々お待ちください。はーい、前回は途中で切れたんですけど、アルテマとね、戦っていました。で、ディオンさんも死んだし、ジョシュアも死んだ。これは多分結構最後の戦いっぽいですよね。いきます。
全てを決めるのは我らのみ。我らこそこの世界の断りなのだ。知ったことか。何者であろうと倒すだけだ。フェニックスの力使わせてもらうぞ。
許さぬ。かようなことあるはずがない。貴様は自分の弱さを知っていたんだろう。だからこそ世界に抗ったんだ、必死で。そして貴様は恐れた。人が自我を持ったことに。人が弱さを知ったら今度は生き延びるために自分に抗うのではないかと。貴様はただ逃げただけだ。世界からも人からも器ごときが。この我を語るか。くそ。Yeah!
Thank you.
我が、この我が、我が、我は絶対であらねばならんのだ。まだわからないのか、貴様と俺たちは何も違わないということか。我が人と同じだと。我は貴様らとは違う唯一の存在だ。自分を唯一の存在だと信じ疑ってこなかった。だから選べなかったんだ。自分以外の誰かと共に生きる道を。思いで強く紡がれていく自分を。したような口のざれ言をやめろ。俺は思いを託された。そしてみんなの思いに応えたい。人が人として生きられる場所を作るために、守るために、俺たちがこの世界で
自分の意志で生きていくために。人が人ごときが創生という究極の幻想を打ち破る。アルテマ、くさばれ。ナイスパンチ。我が消え、神という光が失われた時、どのような世界になるか分からんのか。世は乱れる。これから多くの苦しみと悲しみが溢れるだろう。そう分かっていて立ち向かってきたとは、なぜ。それが人だ。その意味を分からなくても、俺たちは生きたいと願っている。不完全かもしれない。だからこそ誰かとつながりを求め、間違いながらも歩いていく。目の前に広がるこの世界に答えがあると信じて、まっすぐに歩き続けるんだ。一歩また一歩だ。我が消えてもこの世界がある限り、我が生み出した断りが消えることはない。国を重ね死にゆく世界で覆すことのできぬ因果にもがき苦しめ、永遠に。
力が大きすぎて俺一人の手には余る。だがこれなら奴が作った世界のこだわりを焼き尽くすことができる。ベアラーもドミナントもクリスタルも魔法も全てを灰に返そう。たとえこの身が砕けようとも。ごめんだ。求めた月を見私の可愛い子、本当に名前は決めたの？どうして、どうして。いやー、こんにちは、ガボおじさんに顔を見せてくれ。でかい声出すな、バカ。何かした？静かにしろっての。大丈夫よ。おあとで抱っこしてもいい？
ええ、もちろんよ。この子はきっと人の世界を生きていく二人のシドの思った世界をな。こうしてクリスタルをめぐる探求の旅は終わった。A sky of scattered tears, a thousand years apart. Should they fade, I will not be afraid of the dark. For your flame still burns inside me, deep within my heart, showing me a new tomorrow. Too far.
めっちゃあるよテロップ、すげえ。火をつけて。はい、母さん。はあ、こんな時、火の魔法が使えたらな。魔法？またあの古い本を読んでたのね。魔法なんて本の中だけのおとぎ話なんだから。ほら着いたじゃない。ありがとう。食事まで遊んでらっしゃい。兄ちゃん早く早く。分かってるって。よし、聖女と死闘やろう。やだよ、僕まだやりたくないもん。じゃあ何するの？召喚獣合戦。またお前それ好きだな。僕イフリートね。おい、俺はフェニックスか。マハムートが吠えた。もう聞こえるかな。終わりです。いかがでしたでしょうか。私はねすごくやってる途中は楽しかったけど、なんかそのファイナルファンタジーのありがちのなんかストーリーの作りはあのハッピーエンド、最初はハッピーエンドなんだけど、ハッピーエンドなんだけどみんな死んでる、主人公とかはみんな死んでるっていうなのにハッピーエンドっていうなんか終わりの仕方すごい嫌いで、やっぱしっかりしてほしいね。なんか15も主人公死んだし、なんか世界を救うためにあのノクティスが死んで、でなんか闇に囲まれた世界はまたそのなんか明るくなってきて、また太陽が出てきて、こっちもなんかすごい似てるんですけど、そのまた太陽が
上がってきたっていうところとか、やっぱりなんかみんなは最後に買って帰って、でジールとクライブのなんか家族とかちゃんと見たかったなとは思うけどなで、ファイナルファンタジーは16はプレイステーション5でしかできないから、それやるために半年前からあのプレイステーション買ったけど、5のやつ、でも今やって1ヶ月間ぐらい経つと思うけど、最初ゲームを開いた時思ったのは、その 第一の印象は、やっぱりすごいあの細かいところまで綺麗、例えば森のなんか草とか動いたり、塵とかあの光の中になんか塵が落ちてるよっていうの、すごい細かいところはなんか綺麗に作られたなって思ったけど、なんか20、30時間やってみて、多分それに慣れたか、それがどんどんなくなって減ってきたかなんかわからんけど、どうなんだろうね多分慣れてきたかなと思う。最初すごいそれはもう感動してた、グラフィックスがすごいなと、音楽もすごい綺麗ですし、キャラデザインもいいし、キャラデザインって言ってもあの、まあ、クライブとかジョシュア、あとはディオンさん、イケメンたちが好きかな。別にあのサイドクエストの NPC はそんなそんなあれじゃないけど、まあ、大体の大事な人たちはもうすごくみんなかっこよくできてるよね。でこれあの終わってからあのニューゲームプラスっていうオプションもあるんですけど、もちろんなんかあの難しくなるとか、いろんなアイテム出てくると思うとか、まああのもう一回やってみよう、一人で自分で後でやってみようかなとは思う。なぜかというと今回はあのずっと発信してたから、なんか例えば本とか長い文章、あのアイテムの説明とか全部読むと時間かかるから、で映像撮ってるからあんまりこうゆっくりできないから、そういうのはあんまり、まあ、目を通してあんまりちゃんと読んでなかったから、なんかもう一回やってみて、ゆっくりやってみて、もう一回説明とか文章全部読んで、もう一回なんか強い危ない敵とか全員クリアしてしたりしてとかをしようと思います。皆さんもいかがでしたでしょうか、最後まで見て。そうね、最後まで見てくれてありがとうございます。まあ感想はね教えてください、せっかくなので。チャンネルも登録してください、いいねも押してください。あと知り合い、ファイナルファンタジーに興味ある方にもシェアしてください。多分こうやって最初から最後までずっと配信してる人はいないんじゃないかなと思います。なのでまだプレイステーション5書いてない方にもシェアしてください、ね、はい、最後まで見てくれてありがとうございますこれから私何かのゲームを配信するかどうか分からないんですけど、まあ、もし配信したらまたねよろしくお願いします。お疲れ様です、バイバイ、また会おうね。